花火大会キッスへようこそ。リコ、こんなところで恥ずかしいよ。恥ずかしがることなんかないって。でもさあ。ごめん、やっぱ無理。うひょー、カットカットカット。リコ、もうちょっと耐えられない？あと3ミリでいいから。無理だよ、恥ずかしい。そもそもなんでキスの練習なんてことになったの？だって夏祭り、花火ときたらチュー。なんでこんな時だけ息ぴったり？奥手な二人の恋を少しでも応援しようとしてるわけよ。応援？あんたのはおせっかいでしょ。はあ？そもそもあんたがコントを始めたんじゃない。私は純粋に二人を応援したかっただけです。まあまあ、二人とも。じゃあ花火も終わったことだし、私はこれで。リコ、どこ行くの？逃げようとしたってダメ。いいの？このままじゃ弟のチューなんて夢のまた夢だよ。そうそう、夏といえばチュー、祭りといえばチュー、レッツチュー。二人とも仲良しだね。はあ？こんなのと仲良しとかありえないし。考えただけで鳥肌立つよ。私の方が鳥肌よ。ちょっと話してよ二人とも。ダメダメ、今日しかないんだから。ここは腹くくっていくしかないって。女は度胸って言うでしょ。愛嬌だから。さっきも言ったけど、後藤君とキスなんて恥ずかしいよ。今日はやっぱり帰ろうね。え、肝心の後藤は？話聞いてよ。作戦会議の時間稼ぎに飲み物を買いに行かせたんだけど。遅いわね。どこまで買いに行ってるのよ。あ、マジ？どうしたのよ。あ、最低。後藤くんのお姉さん。うわ、後藤くん、何ですかこれ。